中香港台北経済文化弁事ジころは中華民国の香港における在外機構。台湾における香港の在外機構は香港経済貿易文化ベンジころ。中香港台北経済文化弁事ジころの所長は行政院大陸委員会の香港事務局の局長を兼任している。創設時の所長は河本へ。 中香港台北経済文化ベンジところは、今週の立法センターの第一タワーにある。香港空港ターミナル1の中華旅行者の窓口、中香港台北経済文化ベンジところは、イギリス領香港時代の1966年に香港に設立され、当初は中華旅行者として知られていた。英国当局が一方的に拡張した純外交的な取り決めに基づいて運営されていた。 かつて中華民国の国民政府は1945年に総領事の任命について英国と交渉していたが総領事の任命を断念し植民地の代表である TW ・クオックを香港特派員に任命していたクオックはこれに加えて良好特派員も務めたまた急流上祭の跡地に外務特派員のオフィスビルを建てることに 香港総督のアレクサンダー・グランサムが反対するなど、イギリス当局との間にも意見の相違があった。1950年、イギリスが中華人民共和国を承認すると、特派員事務所は閉鎖され、クオックは撤退した。1997年の香港返還以降も、香港特別行政区政府に正式に登録されて、いないにもかかわらず、事務は継続されていた。 1997年の香港返還以降も、香港特別行政区政府に正式に登録されていないにもかかわらず、中華旅行者の業務は継続されていた。2000年になって、中華人民共和国政府は、中華旅行者が香港で継続して営業できる条件を提示したが、大陸委員会は、その詳細を明らかにしなかった。2004年には、 新しく就任した中華旅行者の総経理が香港へ入居するための許可が降りるまでに5ヶ月もかかった。同様に中華民国政府の他の関係者も香港訪問のための詐称の取得に苦労した。2009年には中華旅行者は香港国際空港に詐称発給所を開設し台湾を訪れる中国の旅行者が今週の本社まで行かなくても空港で詐称を取得できるようにした。 2011年7月20日、大陸委員会の来美ゆき姫主任委員が主催する式典で中華旅行者は中香港台北経済文化ベンジどころに解消された。これにより、すでにところなに台北が含まれていた世界の他のほとんどの台北経済文化代表どころと同じになった。この名称変更は中台関係の改善へ向けた資金石と考えられた。 2021年6月20日、香港特別行政区政府が一つの中国を支持する文書への署名を中香港台北経済文化弁事、どところのところ院に要求したため、台湾は同どころで勤務するところ院を呼び戻した。中香港台北経済文化弁事どところは、香港 MTR の今週駅から西へ徒歩県内にある。ありがとうございます。